おはこんばんにちは、ゆっくり霊夢よ。ゆっくりマリサだぜ。突然だけど、マリサはこんな死に方だけは嫌だってものある？そうだな、今まで散々凄惨な事故を見てきたから候補がありすぎて逆に困るんだぜ。確かにそうね、むごたらしい死に方も嫌だけど恥ずかしい死に方というのも嫌じゃない？そうだな、死後ネタにされるようなタイプの死に方は勘弁なんだぜ。もしそんなことになったら SNS にアップしてあげるわ。お前なぁ、そんなことしたら化けて出てやるんだぜ。ふふ、嘘に決まってるでしょ。さてと、今回はとあるベテラン俳優が遂げたとんでもない事故死の原因について紹介しようと思うわ。2009年に起こったデビッド・キャラダインの事故死よ。では早速解説していくわね。ゆっくりしていってねー。それでそのデビッド・キャラダインはどんな俳優だったんだ？デビッド・キャラダイン、1936年生まれ、アメリカ出身の俳優で本名はジョン・アーサー・キャラダインよ。5回の結婚歴があって、そのうち4回の結婚は離婚に終わっているわ。1人目の妻との間に娘が1人、2人目の妻との間に娘が1人、そして他にも娘3人と息子1人いるわ。結婚歴も子供の数もすごいな。父は俳優のジョン・キャラダインで幼い頃から各地の劇場に連れられていたらしいわ。いわゆる二世俳優ってやつだな。そうね、ただ里子に出されたり、監禍員、つまり非行少年や保護者のない少年を保護教育する福祉施設に入れられたり、不遇な日々を過ごしていたそうよ。かわいそうなんだぜ。両親が離婚してからは母の元で暮らすようになったわ。サンフランシスコ大学で音楽を専攻する中、演劇に興味を示して、友人の勧めで地方劇団に出演することになったわ。親父さんの影響で、というわけではないんだな。そうね、大学を中退して働きながら下積み生活を送っていたわ。親父さんの紹介で出演をもらったりってのはなかったのか？残念ながら父はこの頃慰謝料不払いで投獄されたり破産したりとものすごい生活を送っていたからコネは使えなかったそうよ。おう、それはまたすごいな。その後、デビューから3年後の1966年に連続テレビドラマシェーンに主演として出演するわ。主演か、デビューからそれほど経ってないのにすごいな。1972年放送開始のドラマ燃えよカンフーも彼の代表作で、この作品によって世界中に名を広めることとなったわ。おお、その頃といえばちょうどカンフー映画が世界に認知され始めた時期だな。そうね、このドラマはそんなカンフー黎明期の中、大人気を博し、3年間にわたって放送されたわ。ほう、なかなかのロングランだな。ちなみにデビッドはこの役をきっかけに中国武術や東洋哲学に興味を持って、その後も修練や研究をしていたそうよ。さらに太極拳や気功の学習ビデオを企画して、自ら出演したこともあったそうよ。熱心なんだな。他にはどんな作品に出たんだ？そうね、他にはデスレース2000年とかキルビルとかアクション映画を中心に活動していたみたい。なるほどな、アクション映画はスリルがあって面白いよな。ところが2009年6月、彼は72歳にして突然の死を迎えるわ。おお、ここからが本題ってわけか。その時は俳優業の方はまだ現役だったのか？そうね、まだまだ現役で、その時は新作映画ストレッチに出演していたわ。結構なお年なのにすごいな。ということは撮影中に事故が起きてとかか？まあ事故といえば事故なんだけど。なんだよ、濁すなよ。まあいいわ、詳しく解説していくわね。おう、よろしく頼むんだぜ。デビッドは新作映画ストレッチの撮影のためにタイのバンコクに滞在していたわ。この映画に対しても1ヶ月半前のインタビューで作品に参加するのが楽しみだと熱意を見せていたわ。しかし2009年6月3日、その滞在中のホテルでデビッドが死亡しているのが発見されたわ。ホテルでということは映画の撮影は関係ないんだな。発見された時はどんな状況だったんだ？滞在していたのはバンコク中心部のホテル、スイスホテルナイラートパークバンコクよ。ホテルの室内係が遺体を発見した時、部屋には内側から鍵がかかっていたわ。それに何者かと争った形跡もないし、防犯カメラにも部屋を出入りする人物は映っていなかったの。ということは他殺ってわけじゃないんだな。病気か自殺か。でもさっき事故って言っていたよな。遺体の状況はどうだったんだ？ちょっと言いづらいんだけど、警察によると、遺体には首と手首と性器にそれぞれロープが巻きつけられていて、2本のロープは結び合わされてクローゼットの中に吊るされた状態だったそうよ。なるほど、首と手首と。性器？そう、あの性器よ。ベッドの上にあった足跡がデビッドの履いていた靴とは一致しないことや、両手が体の後ろで縛られていることから、他殺ではないかとも疑われたのだけど、防犯カメラの映像や、部屋の形跡から、警察幹部は報道陣に対し、自殺ではなく自慰行為の最中に誤って亡くなったのではないかという認識を述べたわ。うわぁ、確かにこんな死に方は嫌なんだぜ。これについては対司法省に協力している法医学専門家も同じ見方をしていたそうよ。それにしてもなんでこんなことになったんだ？
正規はまだしもなんで首にまでロープをかけていたんだ。司法解剖の結果、自己発情窒息死を示唆する結果が出たそうよ。聞いたこともない言葉だな。それは何なんだぜ。自己発情窒息死というのは、窒息感によって性的快感を得る危険な性行為のことよ。なるほど、痛みや苦痛が逆に快感に感じる人もいるからな。快感を求めてこうした無茶な行為をした結果、酸素不足になり、事故死した、ということね。ベテランの名俳優の最後とはとても思えないんだぜ。人間誰しもどんなものを抱えているかっていうのはわからないものよ。デビッドの死に対し周囲の人々は驚きを隠せなかったわ。自殺ではなく事故死だと発表したデビッドのスポークスマンは、デビッドが生命力に満ち溢れていたと語っていて、それはタイでデビッドに会った人たちも同じことを言っていたわ。生命力が溢れているとは麻薬のことをしてるんだもんな。バンコクのホテルにチェックインしたデビッドは指鳴らしにロビーにあるグランドピアノを弾いてもいいかとホテル側に聞いたそうよ。ホテル側が許可するとデビッドは3日間、時間を見つけてはピアノを弾いて周囲の人を楽しませていたらしいわ。ピアノも弾けるとは芸達者だったんだな。ホテルの責任者はデビッドのことを生命力に溢れ、いつも大きな笑顔を見せた幸せいっぱいの人だった、とコメントしているわ。それがなんだってあんなことに。事故直前に会った人はいないのか？それはわからないけど、亡くなった日の夜に、友人たちと飲むためにホテルのバーを予約していたらしいわ。予定まで入れていたのにな。そうね、日常的にやっていた G 行為を飲む前にちょっとだけやるつもりが。ということかしら。何が起こるかわからないもんだよな。話を戻すわね。司法解剖の後、家族は他殺の可能性があると FBI に捜査を要請したわ。そりゃこんなこと認めたくはないよな。地元タブロイドシタイラスでは事故現場写真や死体写真を普通に掲載していて今回の事件についても、現場検証時に撮影されたとされるデビッドの遺体写真が掲載されていたわ。ひどいな。公開処刑にも程があるだろ。遺体発見当初から慎重に捜査をしてほしいと求めていた遺族はこれに大激怒したわ。そりゃ当たり前だぜ。遺族の神経を逆なでしすぎなんだぜ。地元警察に対して強い不信感を抱いた結果が FBI への捜査依頼に繋がったというわけね。FBI も事件性がないのなら何もできないと言いながらもバンコクのアメリカ大使館を通して情報収集に踏み切ったわ。こうしてアメリカに帰国した遺体に2度目の司法解剖が行われたのだけど、残念ながら結果は遺体の時と同じだったわ。まあそうだよな、全く現実は非常なんだぜ。ちなみに亡くなったデビッドの弁護士は CNN のラリーキングのトークショーに出演した際に、デビッドが映画制作の情報収集のため闇社会の格闘技軍団に接触を試みていた。そのため暗殺された可能性がある。なあほな。それにあんな暗殺方法をする奴もどうかと思うんだぜ。まあジョークでしょうね。ネタにするのもどうかと思うけど、その一方で対話賄賂や役人汚職があるとされる国であるため信用性が薄いという見方もあるわ。なんだか性癖から起こった問題がどんどん大ごとにされていっているぞ。デビッドの4番目の結婚相手である女優のマリーナ・アンダーソンの流出した離婚申請書類にも興味深いことが書いてあったわ。なんだなんだ？書類によるとデビッドは性的盗作者であり、死に至る可能性があるような性的行為を好む傾向があったとのことよ。まずその性的盗作者ってのは何なんだ？性対象が自己承認謹慎だったり、性目標が露出摂取、つまり覗きだったり、マゾヒストだったり、つまり異常な性癖を持っている者のことね。これはデビッドに当てはまってるな。具体的な内容も書類に書かれていたわ。マリーナが嫌がる性的行為を繰り返し強要したり、近親相関的な行為もあったとのことね。これらが離婚の理由だったそうよ。まあマリーナ側の言い分だからどこまでが真実かはわからないけどね。マリーナ本人はこの事件について何か言っていたのか？書類の流出には驚いていたみたいだけど、今は良い思い出しか残ってないとのコメントを通しているわ。時が経てば美化されるものなのか？あとはデビッドは過去に向精神薬を乱用していた時期があったことを告白しているわ。役者としての低迷時期も長かったけど映画に対する情熱は失うことなく、意欲的に取り組んできたそうよ。オファーについても、受けたものに関してはできるだけ出演するようにしていたみたいよ。なるほど、それだけに抱えているものも大きかったってわけだな。そうね、結局この事件は窒息プレイ中の事故ということで肩がつけられたわ。まあ、なんというか、性癖はそれぞれだから正しいだの間違っているだのは言えないんだが、あまり危険なものは気をつけてほしいんだぜ。そうね、命あってこその楽しみだものね。それで死んでしまっては元も子もないわ。みんなもくれぐれも気をつけてくれよな。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。
あとこのチャンネルで解説してもらいたい事故や災害があったら、気軽にコメント欄で教えてくれると助かるぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。